日本神奈川県横浜市南区裏、船町保船町は、神奈川県横浜市南区の町名。現行行政地名は浦船町1丁目から、浦船町5丁目で、住居表示は、未実施。郵便番号は 232-0024? 面積は0.109平方キロメートル。南区の北東部に位置する。幹線道路に沿った東西に細長い町域を持ち、 関内に近い東が一丁目となっている。北は、白田江町、東は第三、橋浦に線の北側が、マガネ町、道南側が万世町、南は、中村川を挟み中村町と接する。境界の中村川には、三好橋、浦に水道橋、道上橋、倉木橋がかかる。浦に水道橋のトラスは、道川下流の西の橋から移設されたもので、 神奈川の橋百選及び横浜市認定歴史的建造物に認定されている。西は首都高速坂東橋で入り口を挟み、高佐五町と接している。このランプウェイは新吉田川の川跡で、下部は公園となっている。町域の大部分は古くは大岡川川口の入り江で、江戸時代に吉田官兵衛により吉田神殿として開墾された土地である。 かつての中区南吉田町あざ南四つ目、南五つ目、南川街の各一部と、三好町あざ五丁目から1928年9月1日に新設された。1943年に中区から南区が分離したことにより、南区浦船町となる。1944年に横浜市立医学専門学校が開校。従前病院は、 その付属病院となった。同年に人員疎開重点地域に指定されるとともに4丁目の従前病院が建物疎開地域に指定された。1945年5月に横浜大空襲により被災。横浜市立大学付属病院は1999年に新病院棟が完成し、2005年に横浜市立大学付属市民総合医療センターと名称を改めた。 2016年2月には、花の木町から、浦船町2丁目の横浜市立大学医学部、浦船校舎跡地に、南区総合庁舎が移転した。近隣に、白江町、高根町があることから、山部赤人の歌、田子の浦に打ち入れてみれば、白江の富士の高根に雪は降りつつにちなむとする説と、高砂町に隣接することから、洋局。 高砂の一節から取られたとする説がある。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。次第、センター病院長の東端の一丁目とマガネ町との境は大通り公園まで続く横浜橋通り商店街、その南側の万世町との境は三吉橋通り。 商店街で3.4丁目の境は偉大通り。商店はこの3つの商店街に集中している。2丁目には区役所や土木事務所、消防署などからなる南区総合庁舎が2016年に完成し、向かいには横浜裏船郵便局がある。4丁目には横浜市立大学附属市民総合医療センター。3丁目の 隣接地には主に同院の入院幹事を対象とした横浜市立浦船特別支援学校がある。1928年に横浜市電が開通し、三好橋と浦、船町の停留所が設けられたが、1972年に廃止された。現在町内に鉄道駅はないが、南区総合庁舎では徒歩約8分の横浜市営地下鉄ブルーライン。 坂東橋駅を最寄り駅として案内している。保船町バス停からは、横浜駅、関内地区と磯子駅方面を結ぶ京浜急行バス、横浜駅などと磯子区滝頭を結ぶ横浜市営バス、桜木町駅とほどがや駅、二股川駅を結ぶ総鉄バスが利用可能である。南区総合庁舎が移転した2016年2月から1年間の予定で、 同庁舎特内のサイトや6日は、南永田を結ぶシャトルバスも試験運行されている。1丁目から5丁目まで、大三橋、横浜公園方面から、鎌倉街道の南側に並行して、国道16号につながる、主要地方道第3、橋浦船線が、東西に貫き、2.3丁目の境は、西区浜松町方面に至る藤棚浦船通りが、南北に通る。 ありがとうございます。